にちは、柴田です。今回は X5 のワイヤレスをレビューいたします。僕は過去に5台ほどね、ワイヤレスを使っているんですけれども、最初の3台はラック式だったので、それはさておき、ここ数年直近ではですね、2つワイヤレス購入しております。でもですね、今全然使ってないんですよ。まあそれはね、理由がございまして、まず最初に買ったワイヤレスはですね、まあこれじゃないんですけれども、ここがね、曲がんなくて、レスポールとかね、SG とか、ジャズマスとか、そういったのには全然問題なかったんですけれども、ストラトにね、刺さんなかったんですよ。なのでストラトだけシールド使うみたいな感じになって、それがめんどくさくなって使わなくなりました。で、その後に買ったのがこちらで、これね、ここがね、こういう風に動くので、使い勝手は非常にいいです。でもサウンド的に、ちょっとレイテンシーが気になるのと、レイテンシーっていうのは遅延ですね。あと、ちょっとコンプっぽさがあるところが、なんか違和感があって、結局使わなくなりました。まあそんな中で、まあなんかいいワイヤレスが安くてあったらいいなというところで探していたら、まあいろんな噂を耳にしまして、今回ですね、こちらの X5 にたどり着いたわけでございます。まず早速ですね、いろんな形状のギターに刺さるかどうか、まあ、そこからやっていきましょうね。ストラト、これね、まだ開けて充電だけしている状態です。あ、収まりが非常にいいですよ。こんな感じです。うん、いいフィット感。全然強度もありますね。で、続いてレスポールに挿したらどうなるかやってみましょう。まあ、これはね、全然問題ないと思います。あ、うん、いいですね、いいですね。ここがね、しっかりしてるんで、ちょっと前のやつをね、つけてみましょうか。意外とね、ほら、こうなるんですよ。ちょっとこう振動が加わるとこうなっちゃうんですよね。なのでね、ここね、テープで止めたりしてました。X5 はね、強いですね。いい感じだと思います。続いて、ジャズマスとかね、SG とか。ちょっと SG からいこうかな。ほう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 。ほう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 。お、こんな感じですね。ちょっと上のトーンがね、あ、まあ問題ないかな。大丈夫かな。そしてジャズマス、まあジャズマスも一緒なんですけど、ボディの形状がね、若干違うんで試してみましょう。あ、いいんじゃないですかね。うん、まあ、全然いやらしくない感じでいいんじゃないですかね。どうでしょう。うん、まあ、差し込みに関しては全然問題なさそうですね。では早速音を鳴らしていきましょう。というか、まあ、設定もね、非常に簡単っぽいです。日本語の説明書もついておりました。チャンネルがね、4つ分かれてて、それをね、合わせるだけなんで、オンオフは、これですね。分かりやすいです。うん。つきました。もうそのまま使えるのかな？で、トランスミッターをギターの方につけます。おお。なりました。全然設定いらないんですね、これね。あお、これはいいかも。ちょっとお世辞抜きに良いかもしれないですよ。まあ、X5 を最初に使ってどういう風な感じがするのかっていうね、体感でちょっと感じたかったんで、昨日の夜と今日の朝はですね、以前買っていたこちらのね、ワイヤレスをちょっと使ってたんですよ。結構やっぱね、違和感があったんですけど、これはね、全然
習も気になんないですね。クリーンでね問題なければ大体ワイヤレスってね大丈夫なんですよ。まあ、以前使ってたのもめちゃめちゃ歪ませたらレイテンシーがねこう寄ってくるんですけど、これはクリーンでも全然いいっすね。ちょっと歪ませましょうかね。全然いいっすね。これはね噂通りのコスパ。これはねちょっと思ってた以上でしたね。まあライン録音のレックで使うかどうかはちょっとまた試してみないと分かんないんですけれども、まあスタジオだったりとかね家で鳴らすときにはこれ全然いいっすね。やっぱね進化してますねワイヤレス。これはぜひぜひ試奏できるところがあったら皆さんも試してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。